What's up, ただび一問一答シリーズ始まるよということで、えー、まず一問一答ね、えー、タギ語から始めていきたいと思いますよ。やっぱりね、タギ語っていうのはね、うわ、こんな単語でこんなたくさん意味があるので、ウェーって思うかもしれませんけど、やっぱりね、核を掴むと、そのたくさんの意味が掴みやすい。そして何より読解に繋がってくるってことだね、えー。ですので、最初のシリーズはタギ語から。 ね、えー、あとはね、また、前置詞とか、あのー、作文とかもね、やっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしといてください。では、瀧語1回目、電子交換。はい、では今日でですね、えー、空所に、えー、共通する語を入れなさいってことで、はい、ここに入れるやつ考えてくださいってことですね。はい、ここに入るのはもちろん動詞のポジション空いてますから、動詞を入れてくださいってことですよ。 で、あえて今日日本語入れてません。日本語入れちゃったらもうすぐ出ちゃうから。ね。もうでも、うんまあちょっと後半簡単なやつがありますんで、えー、みんなだったらできると思います。はい。では、あー、センキングタイム、どうぞ。はい。どうだったでしょうか うんまあ、このあたりで、ね、気づいた人がいると思いますが、まだ気づいてない人、もうちょい考えたい人は止めてもらってもいいですしえ、ヒントがあえてあるとするんだったら、uh, get the word starting with.A から始まる単語ですよ。ね。はい、もう僕は答え言っちゃいます。はい、今日の単語は、attend。はい、attend という単語ですね。この attend という単語は語源を行くと、 アットとテンドで分けることができますね。で、このアットっていうのは、ルック、アット、エイム、アットのアットですよ。はい、ホニャララに向かってです。ね。はい。で、テンドは、はい、伸ばすです。伸ばす。はい。アテンド A に向かって、はい、足を伸ばす、そして心を伸ばす。足を伸ばす、心を伸ばすで覚えてあげると、あ、確かにアテンド A に出席する。あれ、足伸ばしてますよね。 だとか、はい、attend to A に注意する。はい、これ気持ちを伸ばしてますよね。だからそこら辺の意味が繋がってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで、attend A に足を伸ばす、気持ちを伸ばすで、この5つ、えー、片付けていきましょう。はい、では一番あ簡単なやつからさばいていきましょう。3つ目かな。はい、スクールが後ろについてますよね。はい、えー、後ろにスクールがついてますんで、 オーチ children between the ages of 5 and 16.5歳から16歳のすべての子供が、はい、m u アテンスク e n はい、学校に足を伸ばして出席しなくちゃならないだよね。はい、なので、アテンドは、アテンド A に出席すると。足を伸ばす。まあ、要するに go to だよね。m u ゴー go to school. 一緒だからね。go to school, a t t e n 一緒だからね。行くってことですよ。はい、えー、学校に行かなくちゃならないと。 はい。ではあ、後ろを見ると、はい、to と on がついているのが自動車派生かな。で、えー、ついてない方が多動車派生なので、多動車の方がやっぱりパワー感じますよね。attend A に対するこの直接的なパワーを感じますので、こっちの方が足を伸ばす系かもしれません。はい。では、この上3つ、えー、先にやっていきましょう。はい。では、番上。はい。Each child must be attended。はい。これ、自動体になってます。 はい、受動体の文章は、はい、えー、主語がもともと能動文の目的語が回ってるわけだから、戻してあげると、能動文逆に能動文に戻せるからね。e a c h child must be attended. はい、by a parent なので、はい、能動文で考えたときには、a parent must attend each child っていうのが能動文のこの形だよね。これはですね、はい、子供が、はい、親にアテンドされなくちゃいけない。 親は子供をアテンドしなくちゃいけない。当然、足を使ってですから、はい。ええに付きそうね。はい。ええ、子供は親に付き添われてなくてはならない。親は子供に付き添ってなくてはならない。親子同伴でなくてはならないという意味です。はい。なので、足を伸ばして、付きそう。OK ね。はい。二つ目。はい。二つ目は、はい。The doctor is supposed to. ね。 サポーシュというのは B サポーシュと V することになっているだよね。はい、この表現は、あ作文でも扱っていきたいと思いますのでえ、そっちでね、えー、しっかり解説していきたいと思います。はい、V することになっている。The doctor が is supposed to attend you。ね。あなたを、に向かって足を伸ばすことになっているってことで、はい、足を伸ばした先には何が待っているかって言ったら、はい、アテンド A の世話をするです。はい、あなたの世話をすることになっていると。 で、当然、お医者さんのお世話になるわけだから、お医者さんは診療したいだとか、えー、患者さんのお家に行って、往診も含めてね。もちろん病院での診察もそうですし、えー、往診に行ったりだとか、えー、あとは看護師さんが看護する。だ世話の先には治療する、診療する、看護する。ね。えー、その派生が待ってると思ってください。はい、なので、お医者さんがあなたを治療することになってますよ。診察することになってますよ。えー、そのお医者さんがあなたの担当医になることになってますよっていうような、 感じ。はい。まあ、書くとしては、世話をするで覚えておいてください。はい、残り二つですね。はい、残り二つはこっちの方、前置詞ついてる方ですから、気持ちを向ける方で解釈してみましょうか。はい、you are not attending to what I'm saying. はい、君は私の言っていることに気持ちを向けてないと。ね。はい、気持ちを向けてないってことは、はい、ほにゃらら 2a で、はい、えー、a に注意する。 注意を払うはい、注意を向けるはい、まあ何でもいいですね。注意を向ける、注意を払う、注意する。はい、っていうとですね、あのイリオムが出てきませんかはい、そうですよ。pay を使ったイリオム。pay、はい、何 to a で a に注意を払うですかせーの、ドン !pay attention to a.pay attention to a に注意をするだよね。 はい。なので、attend to a, まあ、あイコールの pay attention to とするならば、当然、こちらの attend の方の、えー、名詞形。名詞形は、attention になります。名詞形で中、いいね。で、逆にですね、はい、足を向ける方。足を向けて参加したり、えー、付き添ったり、えー、お世話したりっていう方が、これ、attendance になります。 はい。これが名詞形ねだから、あの、足を向ける形が、あアテンダンスね。ね。気持ちを向ける方が、アテンションという名詞形がそれぞれあると思っておいてもらえると、さらにね、このアテンドという動詞の意味合いも、ね、もう改めて整理しやすいと思います。 はい。なので、この4つ目。四つ目に関しては、えー、私が言っていること、俺が言っていることに注意を向けてね。えー、そして、この文脈では、you are not listening to what I'm saying ということで、えー、君は俺のことを、言ってることを聞いてねと。俺の話を聞いてねとね、えー。注意を向けて聞くっていうところもね、attend to、A、の意味になると。ということですね。はい。で、えー、この注意を向けた先にもですね、やっぱり、 世話をするこの意味合いはやっぱり入っています。か足を向けて、その先に世話をする。もあるし、注意を向けた結果、その先に世話をする。なので、いずれの場合も、take care of, look after、えー。この意味合いになったりしますので、えー、ま to が入るとき入らないときどちらもあるよと。はい、なので今日の二つ目の文章の、 はい、ここに to が入ってても、入ってなくてても、まあ、どちらでもいいよと。まあ、ネイティブはね、o 入れた方が自然だよっていうネイティブが複数いましたんで、まあ、そうなのかもしれませんが、まあ、実証的には、まあ、アテンド人、えー、これで、えー、治療する、看護するっていう意味で乗っけてましたので、えー、こっち、ね、えー、を使いました。はい。が、あー、注意を向けた先に、えー、世話をする。これもあります。はい、では一番最後行きましょう。はい、一番最後は、The store clock is attending on a customer ということで、はい、今度は、 接触の音がついてます。はい、これはもう文脈の中で、えー、イメージできると思うんですけど、店員さんがお客様に接客中だということで、えー、この注意プラス接触した結果、はい、アテンド音 A に使える。まあ今あまり使わないよっていうね、えー、ふうに言う方が多いんですけど、まあちょっと古い表現かもしれません。 えー、使えるということで、ウェイトオンだとか、サーブね。ウェイトオン a サーブ a に使えるという意味合いで使われるということですね。はい。えー、まあ、ご用聞くというのも含めて、えー、使えるね。はい。そして、このお世話する人。はい。えー、また出席する人。世話をする人、出席する人。はい。という意味合いでは、はい。アテンダントっていう、この名刺券もそりゃ知っとかない,いかんはね。 キャビンアテンダントのアテンダントね。はい。えー、世話をする人、出席する人。出席者、世話をする人、付き添う人。っていう感じで、アテンダントっていう名詞形もあります。はい。なので、ここでちょっと分けておいてもらえるといいのかなっていう感じですよね。この後は、このアテンダントという単語で、はい、形容詞形もあって、はい、この形容詞形の時の意味は、出席しているとか付き添いのっていう、やっぱりこっち派生の意味合いになります。 はい。ですので、えー、この足を伸ばす派生が、まあ、アテンダンス、アテンダントって覚えておいてもらったらいいかなというところですね。あと、この、こっちのアテンションの方にも形容式形があって、こっち派生の方に形容式形があって、それが、アテンティブっていう形容式ですね。はい、このアテンティブの方は、まあ、この注意の意味ですか注意深いとか、あとは使えているってことは、やっぱり心遣いができるってことで、優しい、親切なっていう意味の形容式形のアテンティブっていうのもありますよと。 はい。で、このアテンド一つとっても、この足を伸ばす系と、このこ気持ちを伸ばして注意する系で、やっぱりね、派生語句も覚えやすくなると思いますねやっぱ核を使う、むっていうのは大事だなと思います。え、そして、え、今日はですね、なんちゃらテンド系、なんちゃらテンド系を、まあ、最後にね、えー、整理していきたいと思います。では、ここまで。はい。なんちゃらテンド系、まとめておきました。はい。今日やったのが、アットでホニゃらに向かってでした。はい。ホニゃらに向かって、えー、足を伸ばす、心を伸ばすでしたね。 はい。二つ目。はい。intend. はい。i n t e n はホニャーンの中にですよ。はい。ホニャーンの中に手を伸ばして、意図するんですよ。ね。人の中に、気持ちの中に伸ばして意図する。意図するね。はい。extend に ex。はい。これはホニャーンの外にです。はい。外に伸ばした結果、はい。伸びる伸ばす系だよね。はい。えー、それの名詞系が extension だよね。はい。えー、extend っていうのは extension の略ですからね。 はい。で、えー、4つ目。はい。プリー。はい。プリプレイは、はい。これは、ほにゃららの前にですね。はい。ほにゃららの前に、はい。気持ちを伸ばしていって、振りをするんですね。で、イコール、make believe だよね。make believe, to v する振りをする。pretend to v する振りをするよね。はい。で、最後。はい。コンっていうのは、はい。えー、共に、一緒に。はい。共に一緒に、 手を伸ばした結果、はい、何が生まれますかはい、戦いが生まれます。なので、えー、コンテンドに関しては、争う、戦うだよね。えー、そして、えー、お互いの意見を、まあ、ぶつけ合ったら論争するになるんだけども、主張するっていう意味にもなります。ね。なので、争う、戦う、論争する、えー、主張する。はい、このあたりの意味でも、コンテンド。意味捉えるように、えー、しといてもらったらいいかなというところでした。はい、ということで、 えー、せっかくなんでね、一つの単語からいろいろね、派生させて、えー、知識、えー、肉付けしていきたいと思いますので、えー、ぜひね、えー、読解につながる、たぎごしリです。えー、そして、語源も、えー、遡っていきたいと思いますので、ぜひ今後とも楽しみにしていってください。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ではまた次回お楽しみに。バイホナー。復習は完了。はい、今日の動画もお疲れ様でした。よく頑張りました。 ね、加工もはただ解くだけじゃなくて、しっかり普及して、え、それが違う形で問われた時にもしっかり対応できるように、まだまだ間に合うからね、頑張っていきましょう